思ったよりこれやっぱりあの切れますよね。いや、びっくりしました。もうあれくらいの大きさだと切れないかなと思ったんですけど、刈るのもですけど、草をいかにこう生やさないかっていうところもちょっと考えていきながら刈るとなおこうやりやすくなるのかなっていうふうに思いました。あ、皆さんどうも、ひでチャンネルひでかずです。今日は後ろのこの土手、まあのり面ですよね、斜面のあるところですけど、こちらの方を刈っていきたいと思います。で、前回このあの斜面の方なんですけど、これをあのラジコンのあの草刈り機械で刈ろうとしたんですけど、あの斜度が45度以上あったんですよね。で、それでちょっとできないということで断念したので、まあこのような状態なんですけど、今日これを試しになんですけど、ナイロンコードでちょっと刈ってみたいと思います。で、ナイロンコードで刈る理由がちょっと3つあります。まず1つ目が、あのちょっとこれを高刈りで刈ってみたいなっていうふうに思うんですよね。ほとんどこれあの稲刈で全部構成されてるんですけど、まあ鷹狩りで刈ることによって、まあ下の方にある紅葉のその植物ですよね、こう横に広がっていく植物がこんなところでもあの1年間を通してですけど広がっていくのかなっていうところをちょっと1年通して見ていきたいと思います。これなったら本当にあのここの土手あんまり刈らなくていいなっていうので、すごく省エネルギーでできるなと思うのでやってみたいんですよね。で、二つ目なんですけども、二つ目ってやっぱりあの、ナイロンコードのメリットですけど、粉砕しながら行くので、このままずっとまっすぐ行った後に、折り返してこう戻ってこれることですよね。金属刃ってあの、ものすごく切れるからあの、いいんですけど、ずっと行った後に折り返すと、今度あの、刈り上げてしまって、戻ってくるんですけど、刈り上げた後にまた上から今度刈り下げをすると、あの草がちょっと重なってしまうと思うんですよね。で、重なったところを刈らないといけないので、そこってちょっとあの労力も必要ですし、まああの刈り残しも多くなるので、やっぱりあのそういった意味でナイロンコードってどうなのかなっていうふうに思うので、ちょっと今回やってみたいと思います。あと3つ目が、まあ私最近やってるそのオレゴンのこのフレキシブレードのそのコードなんですけど、こちらの方結構もう草も伸びてきてるんですよね。前はあの春の草ですごい短くて柔らかかったのでバシバシ切れたんですけど、これくらいの草になってもあのナイロンコードいけるのかなっていうのをちょっと試してみたくてやってみたいと思います。それでは本日も草刈りやっていきたいと思います。どうぞ。
それでは今回も草刈りの方終わりました。いや、とっても気持ちよく刈れました。で、ちょっと前ここのその斜面をその金属刃で刈った時の映像なんですけど、どうぞ。金属刃やっぱり切れるんですけど、まあ、行った後にまた戻ってからもう一回ちょっと刈るっていう手間があったんですけど、まあ、このナイロンコードの場合だと行ったらまた戻ってこれるっていう特性ですかね、粉砕しながら行きますので、それがすごくいいなっていうふうに思いましたね。これはちょっと良かったです。思ったよりこれやっぱり切れますよね。いや、びっくりしました。もうあれくらいの大きさだと切れないかなと思ったんですけど、こういう草切る時って大変ですね。もちろん切れにくいのもあったんですけど、でも意外とやっぱり切れますね。でもやっぱりナイロンコードはその春の草だとか、まあ、もうちょっと背丈が低いやつ、そっちの方がこう有効なのは分かったんですけども、これやりますね。本当にオレゴンさんすごいと思いました。あと自分の刈り方も少し工夫というかそのしながらちょっと考えてみたんですけど、今までまあ、右左その往復で刈れるっていうナイロンコードメリットあると思うんですけど、右からこう左に刈って左から右に戻るときに金属刃のその要領で右から左に刈った後左から右に私はこうビューンって急いでこう戻してたんですよね。だからこのナイロンコードでも結構右から左に刈って左から右に戻るときに結構高速でビューンと戻してたんですけど、あ、それちょっともったいないなって、全然切れてないことも多いですし、全くこう意味がないなというふうに思ったんですけど、こう右から左に刈って左から右に戻すときもまたこうスピードをこうゆっくりしながら、あとはやっぱり基本ですよね、コードの先端のところを草に当てながらこう進めていくという方法ですけど、それをこう意識しながら右から左にこうゆっくりスピードをこう下ろしながら、左から右にもその草がこう刈れるようにこうスピードをコントロールしながらやるとものすごくこうよく刈れるのが分かりましたね。まあ、今まで本当に刈り方も下手くそだったからナイロンコードうまく切れなかったんだなっていうのが分かりましたね。いや、本当にね、この切れるコードを使ってから刈り方っていうのが分かった気がしますね。本当に変な話ですけど、スキーとかもいい板であったりいいワックスを使ってから滑って、その後に従来使ってたものをやるとよくわかるんですよね。あ、自分のやっぱりここが悪かったんだなっていうところが、それと一緒ですよね。まあ、スキーだったらちょっと踏み込む脚力の足の位置だとか、ちょっとエッジの立て方が下手くそだったなとか、そういうのがあるんですけど、でもこれはまさにそうですね。先端で切るっていう部分を意識しながら、あとはそのナイロンコードのスピードを速くじゃなくて、その草がその切れるスピードに合わせて、あと回転数もですよね、それに合わせてこう切っていくとうまくこうさっさっとこう切れていって、ナイロンコード本当好きになりました。本当にね、いいなっていうふうに思ってます。あと最後にですけど、ここ、まあ、ちょっと高刈りで
少しこう、なんていうんですか、やっぱりほとんどがやっぱり稲科ですけど、若干残ってるその低いこう草っていうんですか、そういったのもちょっと残しながら買ってみたんですけど、それが今後どうなるか楽しみですね。秋にはどんな風になってるんでしょうかね。まあ変わらなかったら変わらないでもいいんですけど、変わったらちょっと嬉しいなっていうか、なお これがこう出番が出てくるのかなというふうに思うので、今まではこう刈ればいいと思ったんですけど、やっぱり刈るのもですけど、草をいかにこう生やさないかっていうところもちょっと考えていきながら刈ると、なおこうやりやすくなるのかなというふうに思いました。いや本当に今日いろいろ収穫があったので良かったと思います。それでは皆さん、次の動画で会いましょう。